米国を訪問中のイムソンナム韓国外交部第一時間は17日、サリバン米国務副長官と米韓両国間の二国間及びグローバル懸案に対する戦略的コミュニケーションの重要性を再確認して、今年度、米韓外交時間戦略対話を上半期中に開催することを目標に推進することにした。 直前の米韓時間級戦略対話は、昨年10月18日にソウルとソメホラ外交部庁舎で開催している。18日、外交部によると、イム次官は同日、サリバン副長官だけでなくリッキーワデル国家安全保障会議国家安全保障補佐官とも会談し、最近の南北対話やピョンチャン陶器五輪、 北朝鮮の核問題などについて意見を交換した。イム次官は各会談をきっかけに最近開催された一連の南北会談の結果を説明しており、韓米両国は南北対話が北朝鮮の非核化につながるよう、緊密に協力していくことにした。